アフターコロニー、それは人が宇宙に住み始めた時代。地球から巣立った人類は宇宙コロニーでの生活に新たな希望を求めていた。しかし紛争解決を名目に発足した地球圏統一連合は、正義と平和の名のもとに部隊を派遣。その圧倒的な軍事力で各コロニーを制圧し、以後地球圏では連合の策略による紛争が誘発することとなった。そしてアフターコロニー195年4月7日、連合に反目する一部のコロニー居住者たちはついにとある作戦の実行へと踏み切った。作戦名、オペレーションメテオ。流星に偽装した新兵器ガンダムを地球へ送り込み、軍事秘密結社オズに対し破壊活動を行う。だがこの作戦がすでに連合本部に察知されていた。コロニーの平和を託された運命の矢は今地上へと降り注ぐ。その軌跡を目撃する少女の運命とともに。Thank you.
少女が見た流星。もらった。
況消破。機体に問題は見られない。次のポイントへ向かう。
記録開始。記録者名はトルワとでも名乗っておこう。We'll be right back.